ちゃんと責任持って飼わないとダメだからなジャスティン届かないよジャスティン届かないかジャスティン届かないこれじゃあ猫はねちゃんとねうん責任持って飼えよこれだと届くんですよ確実に全世界に広がるってわけじゃないの違うんすから無理だよそのリズムだけじゃハライチのターンじゃんにゃーし

ということで、ね、えー、この番組では毎週オープニングに、開けて本日発売のゲーム、集まれ動物の猫くらい癒される猫ちゃんに関するニュースをお届けしています。<laughs> 動物の猫は、いや、動物の森ね。いやいや、動物の猫ですよね。いやいやいや、違います、ね、新しいたスイッチでね、いやいや動物の森でしょ <laughs> いやいや、動物の猫はだって、うん、これめんどくさいよ。何これ、二度でも、まあ。<laughs> いやいや、そんなことないっすよ。うん。別の猫がないから。いやいや、ね。 二丁目の方とかにね、あ、こっちの猫かって、ね、間違えられる <laughs> 可能性ありますけど、動物の猫立<ー>か猫どっちっの、うん、あ、こっち,そっちの猫かって、<で>動物の猫って言っとかないとやっぱ、間違えちゃう。うん。いろんなそっちの猫の人がいる。そう,そう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 。<laughs> さあ、ということで今週の猫ちゃんニュースはこちら <laughs> ジャスティン・ビーバー飼い猫が1ヶ月行方不明にはぁ、あ えー、歌手、ジャスティン・ビーバーの飼い猫、寿司が、えー、1ヶ月間、ジャスティン・ビーバーから逃亡していたことが分かりました。<laughs> えー、イン,ーーね、インスタグラムの投稿によると、1ヶ月前にジャスティンの元から逃亡したようで、えー、絶望を仕掛けていたところ、アメリカの有名な料理家である、えー、サンドラリーが自分の家に迷い込んだ寿司の写真をインスタグラムに投稿したことで寿司の居場所が判明、寿司は痩せ細っていたものの、無事に戻り、えー、ジャスティンは安心してことの、えー、点末をファンに報告しましたと。なるほどね。 寿司が、多いな、寿司をなんか言いたくなってるな、途中で、この記事は。寿司が、寿司はって。いや、らしいっすよ。なるほどね。まあ、これ、ショックだったろうね、ジャスティンは。いや、ショックとか言うよりも、寿司がかわいそうですよ。何がいやいやいや、まあ、だってそんな逃亡してなんか痩せほどっちゃったんだよ。ああ、まあ、ちゃんと管理しときなさいよってことそう。まあまあね。逃亡したかった。 たのかなでも本当にいやー、でも、だとしてもね、もう飼い猫なわけですから、もうこういう風になっちゃう、ちゃんと目かけてないと。ダメよ、ジャスティン。ね届かないよ、その。すごいなんか、叱る感じでっても。ほん猫飼うっていうのは、命を預かるってことだから、その辺やっぱりこうね、あの、ちゃんと意識してね。もう。それはもちろんそうよ。そう。 ちゃんと責任持って、買わないとダメだからな、ジャスティン。届かないよ。その、なんか、上から叱るトーンで言ってるアッコさんみたいなトーンで言ってるけど、その、届かないジャスティン。聞いてないから絶対ジャスティンまあ、ジャスティン届かないか。ジャスティン届かないよ。届かないよ、そんな。じゃあちょっと、えっと、責任持って、買えいよちょっと何ですか、それ。え、何何これ。 猫はねえ。ちゃんとねえ。うーん。責任持って帰よ。ああ、えアッポをペンでした今。はい。これだ、これだと届くんですいや、それ、世界に、その、そのリズム使えば、確実に全世界に広がるってわけじゃないの違うんすかあれ、ピコ太郎さんが作った絶妙なそのやつが、受けただけで別に。猫はねえ。猫は生き物だぞ。うーん。 責任持って帰んよペン、無理だよ、そのリズムだけじゃ。え、ダメなんですかアップル、ペンで、あの絶妙だったのよ。組み合わせが。リズムにすり届くわけじゃない。で、ペンとアップルとかさ、お前は猫はねえ。普通喋ってるだけだから、文章それダメなのよ。普通喋んじゃ届かないと。岩井さん、ちょっと勘違いが、過ぎましたね、さん、ちょっと今週は。それでは早速参りましょう。ハライチ、182回目のターン。 新曲を発表。え世界中で大ブレイクを巻き起こしたピコ太郎さんが PPAP2020 を公開。うん、PPAP の替え歌でペンとアッポーがハンドとソープになっており。 手洗いの重要さを訴えないようになってるというロイター通信をはじめタイやインドネシアなどの媒体でも取り上げられ世界中に拡散されてるというもうすごいねこういうとこに乗っかってねいけるということでいやもうそれまあめちゃくちゃすごかったわけだもんね PPP に関してこっちも発表してますからねでもね3週前ぐらいに発表いやあなた別に新曲発表してますよね新曲じゃないよ買い歌発表しましたしねどういうんでしたっけ

お手で、うんか手そのペンとアップルを手でやってたの、それ見て、俺 p b a p かって分かったけど、彦太郎さん、忘れないだけよそれは別に、あなたのはただの替え歌ですから、新曲ですけどね、何も手に持ってないし、両手に。ね